じゃあ今日は今岡先生に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。話を聞いていきたいなと思うんですけども、あの今岡先生は、うん、今三田校に来られて何年ぐらいなんですか？三田校に来られて先生されて11年目になります。へえ。僕はその前の須磨校という校舎から関わっているので、はい、うん、はい、もう少し神戸医療では経験とあります。へえ、はい、その十数年間もたくさんの学生さんを、うん、に教えてこられたと思うんですけど、うん、三田校で先生をされる前は病院で働かれてたんですか？そうですね、あの、うん、三田校の前須磨校、それで須磨校の前は、病院で働いてました。うん、学生、まあ、さんとして、まあ、言語聴覚士の勉強をして資格を取られて、うん、でまず働かれたっていうのはどこだったんですか？まあ、地元の総合病院で ST 立ち上げとして、同期 ST として、あの僕ともう一人の女性の ST の方で関わるのが初めてでした。すごいですね、卒業されてすぐその現場に行かれるっていう。でも、まあ、僕の話であれですけど、そのなかなか当時はもう国家資格の前だったりもしたので、もう就職もなかなかなかったですね。今では三田校も求人500件から600件いただいてて、学生も、まあ、ある程度いろいろ選べる地域だったり分野だったり、僕らの時は本当にもう京都や大阪や兵庫やもう電話をして電話をして、本当に一つ二つなんか見学に。で僕も総合病院就職できたのは、4年間ボランティアしていた先生の紹介もあって、まあ、就職斡旋してもらえたからかなと思います、ね。で学生時代からボランティアに行かれてたんですか？うん、学生時代から子供さんの、まあ、子供が好きだったんで4年間ボランティア、まあ、でも実は行った日曜日もあれば行かなかった日曜日もいろいろありますけど、4年間行き続けられる、だからボランティアのその時は学生時代は、うん、あの目的とか意義がちょっと生かされてるって思ってたから、うん、今はなので三田校の学生には、うん、まあ、ボランティアの意義とか、うん、まあ、自分でちょっとあの時もっとこうすればよかったなっていう思いとかで、あの早くから、はい、あの例えば兵庫失語症者の会に参加して関わってっていう、その必要性を感じてほしいなと思って、自分の反省を生かしてカリキュラムに生かしてます。それで結構この言語聴覚士科の学生さんっても1年生の時から外にどんどん出て、三田市社会福祉協議会とのボランティアだったりとか、ね、言われてますもんね。それが絶対にまた2年生、3年生、4年生の長期実習にも役立つと思うので、僕はボランティアっていうのは大事にしたいキーワードですね。先生の経験をベースにそこを学生さんにもお伝えされてるという。